それでは時刻は3時14分を回ったところです第4土曜日12月22日東の森のコーナーですこのコーナーは東徹賀にあります一平窯の提供でお届けしていきます東の森のコーナー今日は先日スタジオに山本由里子先生に来ていただきまして一平窯のお話 えー、そして素晴らしい作品の話していただきました。その模様を聞いていただきます。え今日の塔の森スタジオにお越しいただきました先生、どうぞ自己紹介をお願いいたします。年齢も言っちゃっていいです。<laughs> こんにちは。こんにちは。山本由里子と申します。はい。 二十九歳です。あ<ー>あ、そうなんですね。<laughs> はい、はい。ええー、この、えー、陶芸と関わって何年ということなんでしょうか。はい、えっ、ー、と大学の時から陶芸を始めましたので、うんはい、もう十年目になります。でももっと遡ると小さい時から、そういえば粘土で遊んでたとか何かあったりするんでしょうか。そうですね。えっと 砂場で遊ぶのが一番好きでした <laughs> <laughs> 泥団子も作ったはい、泥団子も作ってうわー、<laughs> 固い泥団子は難しいんだよねコツがいるんですよねちなみに、はい、コツはコツはまずサラサラの土を作ってから、うんはい、水を少しずつ加えて硬くしてから<ー>白砂でこうすり上げると <laughs> ピカピカになります <laughs> それやっぱり陶芸と何か 共通することがあるということでしょうかねそうですね、うん、<laughs> あるんじゃないですかね,ねでも今幼稚園でずっとどれらんご作ってる子供たちのママはお、じゃあうちの息子もとかね、はい、あの将来は陶芸山本先生のようにって今もう夢を抱いたかもしれませんよ <laughs> いやーそれがね夢 夢の職業だといいですね。ねえ、<laughs> は,い、はい。さあ、そして先生はその大学は、えー、どちらに？はい、えっと東京芸術大学の工芸科に行きました。難関、はい、なんでしょう。そうですね。倍率で見るとちょっと難しいかもしれない、うん。頑張ったんですね。はい、はい、頑張りました。あそして、えー、ご出身は先生どちらですか？ 今埼玉ですあなるほどさあそして、えー、大学のあとさらにこう留学をなさったんでしたでしょうかはっい卒業してから3年大学で助手をした後に、はいえっとにフランスのリモージュというところに留学しました。あなぜここを選ばれたんですかえっと そうですね。うん、偶然でもあるんですけども、はい、ここに、えっ、ー、と、知っている先生が。いらっしゃいました。はい、で、また、そのイモージュっていうところが。うん、陶芸のフランスで。フランスの中の陶芸の産地だったということもあります。え、例えば、だから、日本で言うと、どういうことになるんですかね。リモージュは姉妹都市が。日本の瀬戸なんですよね。うわ。の<で>多分、瀬戸に当たるんだと思います。なるほど。 えっとフランスのどのあたりって地図にもうはっきり載ってるかしら？はい地図だとフランスのちょっと真ん中、うん、からちょっと左にずれたあたりにあります。リモージュ。はい、えー、これフランス語ではなんて言うんですか？リモージュです。<laughs> <laughs> すみません。<laughs> なるほど。あすごく小さい町で、はい、ヨーロッパほとんど時期 だと思うんですけどもそかヨーロッパは陶器ではなく磁器なんですね、はい、はい。で、リモージュもやっぱり磁器で,、はい、でここの特色としては、うん、リモージュボックスというすごく小さくて可愛い磁器の箱をたくさん作っている町でしたえ磁器の箱、はい、蓋がついている蓋がついてる。えっとつまりカチャンカチャンとこう音がし ちっちゃい子供がいじるとママがダメっていうさあ山本百合子先生のお話を伺っています今日の東の森第9回目はクリスマス陶磁器雑貨フランスリモージュ頼りをお届けしていますモレラ東徹塚スタジオにはねその素晴らしい山本先生の作品も飾られています今日は桜瀬徹賀からお届けしていますがこちらにも後ほどお話が出ますが先生のプレゼント用意しています どうぞサクラスまたはモレラで皆さんその作品見てください。はい、もちろんいます。えーそうなの？<laughs> はい。今先生がねあの手にしてらっしゃる本、はい、ねえ、えー、その魅力に取りつかれてじゃあ先生は向こうでもいっぱい作って今私の目の前にもその作品が山本先生の作品があるんですけども、はい、これはリモージュボックス。 リモージーボックスとは言えないですけども、はい、そのうんそういう雰囲気を少しあのうん借りて、はい、自分なりに制作してみたものです。ユリバージョンはいまあそうですかも本当皆さんにこの音をねえあっ <laughs> この音ねあなるほど。え今は これは先生なんて、ね。ラジオの皆様にご紹介しましょうか。もちろん今、今あのー？モレラ東戸塚スタジオにはね、展示をしてお、えー、いていますのでね。ご覧になっていただきたいと思うんです。けれども、はい、これは先生どんなイメージで作られました。上になんかお星様が載ってますが、それはえっとお家のイメージで。はい はい、屋根がね根なんかテント屋根みたい感じでグリーンそして、えー、グレーそしてもう一色がサーモンピンクサーモンピンピクそれがこう,こう帯のようになっていてその頂点にはゴールドの星様がここを持つんですねそして蓋を開けるとそして下は白。 本当に何を先生入れようと思ってこれはそれは、うん、何を入れようかっていうことはその時は考えてなくて、はい、トリモージュボックスのなんかそういう、うん、イメージで私も、うん、私が作ったらどういう風になるかなっていうふう思って作りま,したまあ、ねまあ、素敵ですさあそれでは今日はね山本ゆり子先生に持ってきていただいた えー、リモージュボックスそしてねワイングラスそれからこれそれはなんかドレッシングを入れたりするやつ、まあ、ドレッシングを入れるね、はい、ポット、はい、でもねそれがねかぼちゃのようにも見えなんですかこれなんかアリスのティーパーティーに出てきそうなちっちゃなティーポットにも見え、うん そうです、ね、それお菓子やっぱりお菓子からモチーフこれねこういうお菓子ね、はい、ありますあります <laughs> <laughs> そうですかねそして折り鶴、はい、に冠が乗った冠が乗っている <laughs>、はい、鶴じゃあなんか日本と西洋の融合みたいですねそうですねいろいろ。 暮らしにいる間に考えさせられまして、うん、日本のことも考えたそうですね考えましたねうんそうでしたか、はい、さあそしてその他にも今ねここにある作品二点をゆりこ先生からみんなへのプレゼントはいわあありがとうございます <laughs> クリスマスだものね。ね<ー>さあそ,ねその作品ははい えーとですね、手のひらサイズ。はい、ね、手のひらにちょうどえぴったりの大きさの、これはバラの模様が。はい、バラの、うん、なんだろう。ね、<laughs> はい、バラの。うん。なんて言ったらなんて言ったらいいんだろう。<laughs> バラをモチーフにした、はい、これは、 ペーパーフェイトにもできそうですしでもゆる子先生は何かこれをブローチにというふうに考えてたんだそうですねあ、そうなんですよ、うん、それに後ろに金具をつけて、うんはい、なるほど,なるほどブローチにもなるようにと思ってはい。で今はその金具はついていないので、はい、テーブルの上にこう置いてですよねはい。そしてもう一回りサイズの小さい、はいえー、これも もういろんな形で使えそう。もちろんブローチにもできるし、ペーパーウェイト。あとはね。実は向こうが見えるようにこう穴が開いているので、そこに糸を通してね。クリスマスツリーのオーナメントでもいいかしら？そうですね。はい、ういうう使ってもらってもこれをね。見た時にピンときたんですね。はい、あのー、外国のお菓子のプレッツェル。 はい、あんな感じそうですねそんな感じですそうすると皆さんにも分かってもらえるかもしれませんはいますこ、はい、これはどういうういとでしょうか、はい、それは調整方法が異なるもので、はい、同じ温度で同じ釉薬をかけて焼いているんですが、はい、2>, と2通りの調整方法でちょっと違った色が出来上がります えっと酸化焼成と還元焼成という、うん、焼成方法がありまして、はいで、酸化焼成の方は酸素をたくさん供給して焼き上げる焼き方で、焼き上がりが少しクリーム色っぽい感じになります、はいえー。この美味しそうなプレッツェルの形のね、小さめの方が酸化酸化なんですね、はいえー。はい。そしてすごく白がこうくっきりっていうのかな。はい。うん。 これがはいそれが還元性還元これは酸素を入れないそれは酸素を途中までは同じ方法で焼くんですが、はい、と途中からもっとガスの火を入れて、はい、で酸素不足にして焼き上げたものなんです <laughs> 苦しかったでしょうに <laughs>、はい、<laughs> <laughs> そうかい<や>私はねゆりこ先生、はい、この色としては あの、酸化の方の色の方が好き。ちょっと温かみがありますよね。ひるか先生は。私もそうですね。酸化の方が好きかな。とでもす。すごい綺麗な水色になるのは還元の方なんですよ。色をつけた時に。はい。まあ<ー>。なので。まあ、色によるかなと思います。この色の時には。還元がいいとか。はい、はい、なるほど。そうなんですか。えー、じゃ、これは。 え一平釜の陶芸体験教室とかに行った時に、はい、これは参加で焼くんですかってご質問してもいいわけですねそうですね還元ですかってそうですね、はい、なるほど、はい、さあということで山本先生の話はつきません参加と還元本当に素晴らしいですぜひ陶芸教室で確認してくださいさあそして今日はクリスマス陶芸クリスマス陶磁器雑貨リモージュだよりということでね 輸入雑貨のマスールさん、前田町にありますマスールさん、創業11年のマスールさんよりクリスマス雑貨をお借りしてきてモレーラ東戸塚スタジオに飾ってあります、アドベントカレンダー、メリークリスマスの、えー、8、それからリモージュボックス風の3体、この中から1つ、女の子のリモージュボックス風の1つ、そして一平鎌さんから今の2つの作品、プレゼントいたします。 presentatmarkfm-totsuka.com までリスナープレゼント応募ください各1名の方のプレゼントとなっています今日の塔の森いかがだったでしょうかフランスリモージュだより山本由里子先生とともにお届けしました塔の森のコーナー次回は若いみんなを招いて陶芸の未来を語ります